はいどうも、しんたろです。よいしょ、ということでですね、本日の企画はこちら、ベン！登録者400万人超えの大物 YouTuber に、いきなり突撃して、誕生日プレゼントとお年玉くださいって言ったら、どんなものくれるのか？まあタイトルとサムネのまんまなんですけど、とある大物 YouTuber は誰かと言いますと、なんとこちら、ベン！水溜りボンドのトミーさん！兄貴、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 最近ダイエット絶好調。と思いきやリバウンド絶好調。兄貴はね、前の動画でも言ったんかな、チラッと。年内最後の動画で。まあ一応シェアハウスしてたんですよね。仲良くさせてもらってるんやけど、去年、トミーさんの誕生日をお祝いしはったんですよね。誕生日お祝い しはった。いや、したんですよ、僕が。お祝いして、よかったらその動画を見てください。まあその時の T シャツ、プレゼントしたんです、お揃いの T シャツ。まあやっぱ渡したからには、お返しをもらわんとということで。まあ、一応連絡しました、事前に。近々お家遊びに行きますね、みたいな。トミーさん、いい遊びに行きますね、って言って。おー、みたいな。で、ついでにこう一言ね。ちなみに、まあ、別に関係ないんですけど、誕生日近いんですよね。だけ一言言ったんですよ。って言ったら、じゃあまだ誕生日は過ぎてないってことね。了解了解。じゃあ何もしなくていいね、って来ました。相変わらずツンデレなんやから。ツンツンデレデレ。今から突撃して何をくれるのか楽しみにしたいと思います。まあ僕の誕生日って1月3日なんで、そうですね、お年玉兼誕生日何くれるかなということでお楽しみください。あ、でね、この動画は多分僕のソロの投稿日に上がってるんですけど、ソロちゃうやんっていうかもしれないですけど、もう一回改めて言っとくと、僕と、冬レモンの動画はまあ週2回基本上がると。水曜日と土曜日と。で、日曜日はソロ動画やったり生配信やったりすんねんけど、このソロっていうのも冬レモン以外の動画が上がるって思ってもらっとったら嬉しいかなって感じですね。はい。ぜひ楽しみにしとってください。じゃあ今から、兄貴の家に、お家に突撃したいと思います。いきますよー、レッツーマッスル。ちなみに忘れてた、兄貴と会うの4ヶ月ぶりぐらいです。まあその時のファーストリアクションをお楽しみください。あ、こっちか。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです、兄貴。カメラ回ってんの、マイク。しかもね、久しぶりの感じです、これ。何？これね、実はね、何ですか？インカメなんですよ。インカメだ。映ってる。今映ってるのか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 。これはもう暴力コンテンツありますから。そうですよ。リアクションは僕のファーストリアクションですから。いや、やっぱね、久しぶりなんで。受け取れって。俺の方を取っとけって。せっかく声だけしか入ってないです。何してんだよ。久しぶりじゃないですか。はい、久しぶりです。ちょっと髪型似てません？髪型似てるね、確かに。ちょっと僕に憧れたと思って。お前逃げすぎな。お前は俺とのイケメン対決逃げすぎな。あ、いやいや、いや、言いますそれ。お前ちょっと逃げすぎな。いやいや、僕があれですよ。1年待ってあげたんですよ。ダイエットがちょっと順調じゃなかったから、夏頃にホンマするって言ってたじゃないですか。確かにね。海でどっちがイケメンでしょ、対決。もうリバウンドしちゃったよ。いや、そうっすよ。一瞬でリバウンドしたじゃないですか。もう本当タッチしてすぐ戻った。夏の時全然でしたからね。7月末ね。そうっす、7、8ぐらいの時ね。はい、対決申し込むちょっとあれやなだったからね。確かに。そう、ちょっと気使ったっす。気使ってその後お互い忙しくなって一回ダイエット終わって戻って今一番中途半端いや、そう、今ぐらいがいいですよ。年末あれでしょ。いや、実家帰るんでしょ。実家帰る。ああ、逃げやん。何逃げやん。ちょっとここにいるけどね。寂しいだけですよ、それは。来年やろ、ちゃんと。マジでやりましょう。ちゃんとやろう。全然、それかもう2月でもいいですよ。2月はどうだろう。2月はどうだろう。僕いつでも行けるっすよ、なんだろう。じゃあ1月1日にしよう。はい、ダメでしょ。はい、はい、逃げな。ゼロいさ。1、2、1、逃げだから。じゃあ僕の同点だから。2月はちょっと難しいわ。2月24日バレンタインにちなんで、どっちがチョコもらえるかでしょ。渋谷の街でどうだろうね、それは。なんで僕見ましたよ、トミービデオも。腹筋終わるのは目標に。腹筋あるだろうね。でもあれ何年のか言ってないからね。何年の3月から言ってない。あれ再来年のとかもある。再来年の可能性もあったってあるよね。長すぎでしょ。誰が覚えてるんですか、そうなったらもう。急に腹筋割りましたら怖いっすよ、兄貴が。3月の時に、じゃあ俺がめっちゃコンディション整えて、はい、バキバキだったら、ちょっと対決、全然俺も。いきます。もう、青学の前でもいいですよ。青学生に対してでいいです。あ、もう、でも無理無理。いや、今日はね、あれなんです、兄貴に。大物 YouTuber に、誕生日プレゼントと、お年玉になってみたー、はい、無理でーす。なんでなんすか誕生日じゃないじゃんって。上がる頃には誕生日過ぎます。12月なんで無理です。すぐ言わないでください。YouTuber でしょ。トップ YouTuber ならわかるでしょ、大体。まあまあ、じゃあそんなこともあろうかと。まず、この菓子折りを持ってきたんですけど。これをあげることによって、兄貴、悪者。悪者。いや、これ何、これ何、美味しそうじゃん。もうダイエット系のとか気使って考えてたんですけど、もうリバウンドしてるしな。もういいかっつってね。全然食うよ。なんかおしゃれな、なんかま冬ってか山小屋みたいな。山小屋みたいな。これ、うちもらっていいの？はい。
いいや、じゃあ。なんでですか？カシオレ持って、持ってきた後輩が。うん、いや、いいよ。え？いいんですか？晒しますよ。晒しますよ、じゃないんで。これいいよ、じゃあもらえば、はい。美味しいやつなんです。美味しいやつ。食ったことあるの？食ったことですか？うん。食ったことないです。ないじゃん。美味しいって店員さんも言ってます。店員は言うだろう、絶対。まずいって言ってる店員見たことある。おい、はい。あ、はい、いらっしゃい。一番好きです。7つ食える。今7つ食える。今食べたんですよ。で、ですよ。で、ですよ。で、何？去年の誕生日ももちろん祝って、動画も撮って、誕生日プレゼント、料理、みんなで食べるくだりも全部撮って、そうっす。最後、このデータを全て入れた SD カードを、もう一個空っぽの SD カード用意して、どっちを選ぶって聞いて、はい、全部データ入ってるのを選んだら動画出していいよ。ダメだったら、その動画データは出さないでって言って、慎太郎が空っぽの SD カードを。シェアハウス仲悪いんですかとか言われたっすか。言われたよね。俺も言われたわ。言われたでしょ。ルールなんでっていう。いや、そうっすよ。僕もだから言ったらダメって言われたから。いや、まあ、いろんな事情があるって。でも、プレゼントももちろんあげたし。そうっすよ。それすらも言ったらダメみたいな。何をもらったかも言ったらダメみたいな。俺らも苦しかったよ。あれが出ないんだ。一番嬉しい。こんなに頑張ったのに。かっこいい笑ってましたよ。シェアハウス史上。そういうのもあります。あったんで、今年もお祝いしてもらおうと。ああ、なるほど。いや、そうだ。俺も祝ってもらったからね。そうですよ。それはそうです。で、まあ、正月なんで。うん、正月なんで、そうですよ。正月なんで、お年玉もあれば嬉しい。お年玉の年齢じゃないでしょ。だってちゃんと LINE 送ったのに、まあ正月じゃないもんね、みたいな。なんて言ってましたっけ、なんかその。まあこれ1月に上がって、誕生日も過ぎてるんで、って一応忘れてるかなと思って言ったら、まあ、じゃあ関係ないね、みたいな。一世欠席やん。一世が欠席ですよ。だから誕生日じゃないからだよ。いや、誕生日、誕生日、3日の方が来ないでしょ、みんな。みんな3日の方が来ないから、ここにしたんですよ。一世が LINE 来てました。なんか年始じゃあゆっくり祝わせてくれって聞いたんで。ちょっと、実際用意してました。うわぁ、嬉しい。マジっすか。はい、持ってきていい。ポテトとかじゃないですよね。ふんとかじゃないですよね。お前の部屋が汚すぎてポテトが外だと勘違い。枝も落ちてたっすけど。たまに枝も落ちてたっす。それは兄貴があれっすよ、サウナで開けっぱいするからっすよ。じゃあ持ってくるわ。じゃあよし、目つぶってる方がいいっすか。目つぶっといて。じゃあ、おっ、ちょっと待ってください兄貴。じゃあもう見え、もうあれっすよ。何？もう僕家入った瞬間だって言ったじゃないですか、これ。言ったじゃないですか。そんなすぐ言うなよお前。いや、もういいっすわ。怖い。ちょっと、もうちょー、もう勘の音してるし。何？一箱でいいっすよ。なんで、うー、怖い。もう顔面どつかれると思った。そのカンカンで。カンか分かんないでしょ、まだたくさんあるから。やばい、誰も映ってない。え、締め上げていいよ。ドキドキもないっすわ。スッて開けます。はい。あ、もう、はい。もう、モンスターの缶。モンスター200本です。いらないっすよ、こんなに。1年分、モンスター。いや、多すぎるっすよ。モンスター飲むじゃん。いや、飲むっすけど。歩いて持って帰って。いや、歩いておかしいでしょ、僕。え？いやいや。これはお年玉です。これがお年玉っすか？お年玉です。だから2万円ぐらい。あ、じゃああれっすよ。缶本寄付して帰るっすよ。いや、大丈夫。絶対持って帰って。まあまあ、これはまあ、序章というか、まあ、あ、ですよね。まあまあ、好きなだけ持って帰ってや。はい、あ、そう、あ、じゃあ、頑張って持って帰ります、全部。まあまあ、全部は、まあ、どっちもいいよ。で、モンスターだらけになるっすよ。ほんで、もう一個あるんすね。うん。じゃあ、目つぶってたらいいっすか。うん。まあ、次、こちらです。じゃじゃん。うわー、きれい。これガチですか。うん。え、これ僕のフィナンシェじゃないですか。違う、お前のフィナンシェじゃねえわ。僕のフィナンシェ。お前のフィナンシェじゃねえわ。え、マジですか。うん。え、けど、いや、リボンついてる。うん。ほんまに僕のやつじゃない。で、何を疑ってるの、お前は。え、嬉しい。はっ。お、え、声優、え、声優、セーブ、あ、セーブ。声優、声優じゃない、セーブ。まあ、百貨店ですよね。僕のちょっと、その、一個、その、まあ、あげる目的みたいなのがありまして。こっちもそうなんだけど、こっちもそうで。ちょっと一回どけましょう。動画クリエイターってさ、自分の好きなもの、興味あるものをやっぱ自分で買うじゃん。はいはいはい。で、まあ、いい車乗りたいとか、いい時計つけたり、頑張るわけじゃん。そうっすね。じゃあ何を慎太郎にあげようかなってなった時に、SSD とか、カメラとか。あれめちゃくちゃ使わせていただいて、そうっす、カメラもこれ使わせていただいて。これはなんかまあ、それで動画を撮るにあたって、やっぱ慎太郎が初期装備あんまなかったっていうのがあったから、それはプレゼントしたんだけど、まあ今多分、ちょっとこう、自分で頑張る年で頑張ってきたと思って、まあ、モンスターはもう5点だけ持って帰ればいいけど、モンスター飲んでるイメージだったね。まあどっちも好きです。うん、飲みたい時に飲めばいい。あ、嬉しいです。まあこれはなんかまあ頑張る時に飲むイメージで、はい、物をあげるのもなと思って、自分でまあ今日ぐらいはこれ頼もうかなとか、まあ、今日こういうのにしようかなみたいな風に生配信で使ってもいいし、なんかやっぱそういう風に想像つかない。ちょっとね、一応開けていいですか。うん、嬉しいな。まずこうラッピングしてるのが嬉しいな。いいですか。うん、
え、ドキドキする。え、想像つかへん。お、なにこれ、木箱にね、なんか入ってるんですけど、ダンス言うみたいな、ダンシューみたいな、なんすか、ダンシュー。ダンス言うではないだろ、お前。ダンスやってたらわかるだろ。そうですね。これ撮った方がいいんですか。そう、おー、ちょっと、テンション、そんなよ、そんなよ、別にテンション上がる、おー、いきます。お、お、あ、すいません、兄貴、気に当たったんかも。え、なにこれ、うわ、すごい、ちょっと待って。まあ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 、何か分からへん。この本になってんだけど、すげえ、え、どういうことですか、初めて僕こんなもらう。この中に載ってるいろんなものなんだけど、好きなのを考えるようになってる。すげえ、え、おもろ、こんなあるんすか。だからまあこれって決めないから、まあこの中でこれ注文しようかなみたいなのを注文してくれる。すげえ、この中からっていう。ありがとうございます。いきなり伊勢海老っすよ。伊勢海老は、でも肉系も多分あるしみたいな。嬉しい。なんか生配信、生配信で使おう。そう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 、そういうのでみんなで食べるときにやってもいいし。兄貴んちで生配信しよう。なんで俺んちでやってるん。兄貴がいただいたもので一緒に食べるっていう、まあ、いやー、ありがとうございます。まあ、形には残んなくていいと思ってて、俺はなんか、え、これマジ頼みます、これ、うん、タイミングは自分で、すげえ、選べるから。いや、ありがとうございます。え、めっちゃいいこれ。まあ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 、そんなすげえ感じですわ。いや、嬉しい、これ、嬉しい、モンスターに加えて。まあまあ、好きなだけこれは持って帰ってもらって、これは配信のタイミングとかで。こんなん知らなかったです、さすが兄貴。生配信使おう。ありがとうございます。いい、いやー、嬉しい。1年よく慎太郎のね、チャンネルめっちゃ伸びたし、よかったなと思って。いや、ありがとうございます、ね、本当に。じゃあちょっとまた来年お会いしに来ていいですか、ちょっと。いやいや、来年もぜひ。てかまあ普通にね、遊びに行きます、ね、普通に遊びおいて、はい、ぜひあのチャンネル登録をしてください。バイバーイ。はい、ポネー。あいだ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 、言うての最近ですけど、が来ましたね。はい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 、挨拶は挨拶はお前すぐお尻向ける。俺のチャンネルだったらボデおやつあるぞ。おやつあるって。え、これも知ってるんですか、これは。おやつちゃうねこれ。よかったな、ポテ投げてもらって。投げるくらいですよ。おやつちゃうねポテ。そこであーんって言われてるの初めてだけどな。確かに初めて見るもんな。そこでほら、いけ、ほらで、はい、こっちの、しんたら渡して、しんたらに。はいはい、これじゃない、じゃあ俺じゃない、俺じゃない、こうや、こっちか。はい、チャンネル登録、高評価してくださいやろ。近くにいる。はい、はい、では、ここで。あ、じゃあ。寝た寝た寝た。